はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちら、ルミックス GH7 でですね、今回はですね、マニュアルの設定で撮影を試してみております。で、ISO感度もですね、固定、オートフォーカスもマニュアルフォーカスで固定で、シャッター速度絞りもですね、固定していて、まあ、こういう風にですね、パッと出してもオートフォーカスで合わない、まあ、これこの本当にですね、その全部マニュアルの設定で収録してみていて、ウェーブフォームでですね、大体大外れはないかなぐらいに設定しましたので、まあ、ちょこっと調整等はあるかもしれない、した方がいいかもしれないところってあるかもしれないんですけど、まあ、そういう状態でですね、収録をしてみております。で、前回ですね、この屋上の風が強くてマイクのですね、異音というか風音ですねが強かったので、今回ですね、その外部マイク、とても簡単な感じの外部マイクをですね、装着してこのように収録してみておりますが、聞こえ方とはいかがでございますでしょうか。なんとなくですね、この内蔵のマイクの音質って悪くないと思っているので、その内蔵のマイクのですね、まあ、そのマイクの穴のところにポッとですね、貼り付けるタイプのウィンドマフを貼り付けてちょっと様子を見てみようかなとかって最近ちょっと考えているので、その辺もですね、またやっていってみたいなと思ってますね。実際にですね、もう使っていてですね、もう今まで使ってきたミラーレスカメラの中でもまとまりっていうのは暗いところを除いて、まあ、私が今まで持ってきた中で最強格なんじゃないかなぐらいですね、まとまっているなと思うんですね。特になんですけど、やっぱり手ブレ補正はちょっと格別ですね。他のですね、ミラーレスカメラとかとはですね、ちょっと比較にならないぐらい良くて、なんとなくですね、そのイメージとして見ると、手ブレ補正、電子手ブレ補正の強っていうモードにすると、まあ、アクションカムみたいな手ブレ補正効いてくれるんですよね。そして、広角端にしていても、まあ、8ミリなので、16ミリから 1.4 倍クロップされたとしたところで、まあ、1.4 倍なので、約20ミリぐらいかな、21ミリとかそんなんだと思うんですけど、十分ですね、広角なんですよ、その状態であったとしても。まあ、そういうですね、素晴らしい特徴があるカメラというのをですね、まあ、今回はですね、その特徴を踏まえた上で、さらにですね、画質面でどれぐらいですね、いいかなっていうのを試してみたって感じになっております。室内とですね、まあ、屋外の2つそれぞれ収録しまして、まあ、私のですね、そのグレーディングだとかですね、そういう腕だとですね、まあ、こんな感じですよぐらいしかですね、示せないんですが、まずですね、スタンダードカラーですね、スタンダードカラーのもうそのまま、そしてですね、スタンダードカラーの色をですね、調整した、まあ、そのモードで私が手動で調整したカラー、あとはですね、 Vlog で収録したもの、そして HLG でですね、収録したものというのを REC709、 要はスタンダードダイナミックレンジの色に戻してですね、どれぐらい色が、まあ、変わるか、それとも印象が違うのかとかっていうのをですね、ちょっと見ていってみたいなと思うんですね。あんまりこうゴテゴテといじくるよりは、どちらかというとそのカラーコレクション、標準の色に戻したかなぐらいっていう感じを目指してですね、やっていってみたいと思うんですね。ではですね、画面収録の方に移って、そちらの方を見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、それではですね、感想の前にですね、まあ、どういうふうにまとめたかっていうのをですね、最初に解説させていただきまして、この最初のところですね、これがカメラが撮ったまま、そのままですね、こういうふうに貼り付けて4つずつ分かれてますね。で、その後に私がですね、こう色調整を行ったものっていうのをですね、このスコープ等を見ながらできるだけ似せた感じと、あとちょっと実験してみたものになります。それがこの室内でですね、屋内でこのカフェでですね、休憩で飲んだですね、このピニャコラーダのグラニータって飲み物なんですけど、上島コーヒーの、これ美味しいので私大好きなんですが、こちらを楽しんでいるところ、そしてこちらも同じような組み合わせでございます。こちらは私が調整したものになっていて、それぞれですね、カラーモードというのはスタンダードカラー、そしてスタンダードカラーを調整したもので、こちらが Vlog ですね。で、あと HLG になってます。それぞれ収録したものとなっておりまして、この後ですね、解説に移らさせていただきたいと思います。はい、ではですね、このスコープ等も見ていただきながらちょっと話していきたいと思うんですが、まあ、この傾向としてですね、調整したスタンダードカラーを調整したものだけでも、このスコープ上で結構変わっているのが分かりいただけるかと思うんですね。これですね、黒は黒く表示する、で、明るいところは明るいんだけど潰れないぐらいにですね、調整したつもりで、あとはサイドもですね、ちょこっと高くしております。これはシーンに応じてですね、結構私最近ちょこちょこいじっておりますが、結構このように変わるんですね。まあ、これをですね、こういう風に撮影して、こちらは明るさの調整、ウェーブフォームでですね、調整を見ながらですね、調整して撮影をした形になる Vlog と HLG、 これは組み合わせで全部一緒になります。で、調整したところどうなったかっていうとなんですけど、このですね、できるだけスコープで平ら、まあ情報としてですね、大体ホワイトバランス取れてるかなっていうのを、この白を起点に調整したものたちになります。で、それがですね、こういうふうにですね、簡単にカラーコレクション済ませた状態っていうのがこの3つになりますね。で、この HLG に関してはなんですけど、実験的です。
これはどういうふうにするとよく見えるかな、見えるのかなとか、そういうのを試してみた感じになるんですが、結果としてちょっと微妙かなって感じもするんですが、面白かったというところをお話ししたいんですね。で、スタンダードカラーと、こちらがスタンダードカラーをいじくったもの、これですね、似せるような形で調整したんですけど、やはりこの調整したスタンダードカラーの方がこう黒がキリッとしてですね、白いところもこう白飛びせずにちゃんと残っている感じがですね、この白いところがこう飛んじゃってですね、キリッとっていうか、まあ、映像としてきれい汚いではなく、こういう傾向になるっていうところでなんですけど、スタンダードカラーとこの調整したスタンダードカラーで違いが出ました。なかなかですね、これぴったり合わせることもできなかったので、これはカラーコレクション、まあ、こういうふうにですね、した後に好みに寄せていく形になるのかなというイメージ。そしてですね、このカラースペース変換とこのスコープをできるだけですね、ホワイトバランスと合わせた形になる Vlog がこういう形ですね。まあ、こう見るとやはりですね、色のですね、再現できる力っていうのは Vlog が圧倒的であると私は感じました。これカラーコレクションでパッといじくっただけなんですけど、全然ですね、やっぱり戻ってくる情報が違うんですよね。この明るさっていうのもこの白飛びもしていないし、まあこの落ち着いた色のところっていうのもかなりこう綺麗にですね、表現されている。このあたりですね、このちょっとこことここを見比べていただきたいんですけど、スタンダードカラーで、これがスタンダードカラーいじくったもので Vlog、 はい、こういう感じでですね、もちろんピントの感じとかっていうのは若干ちょっとですね、できるだけ合わせて撮影したつもりなんですけど違いますが、まあこういうところでこういう傾向が出ますというですね、情報として見ていただきたいと思います。やっぱりですね、 Vlog でしっかり撮るのは綺麗に戻ってきますが、スタンダードカラーの調整したものも私はですね、結構好みな感じでございました。そしてこちら、これがですね、HLG、 要はハイブリッドログガンマ、HDR で撮影したものになって、どうしたらですね、どういう風に使ったら このカラーモードで編集したりしたら面白いかなっていうのと、どうしたら面白くできるかって試したものになるんですけど、これですね、単純にラットを当てたらですね、結構良くなりましたね。ラットもパナソニックさんのですね、公式のラットを当てただけでこの感じ、これをオフにすると、まあ、こういう感じでですね、ラットを当てただけなんですけど、この項目で見るとラットを当てただけのマークが出てますが、このラットの出力を調整するだけでもかなりですね、良くなるんじゃないかなと思います。このゲイン、これですね、これで好みの色合いのところで抑えるとか、まあ、これですね、いろいろできますので、ここから調整することももちろんできるので、試してみていただく一つのですね、アイデアとして見ていただけると嬉しいなと思いますね。これですね、ちなみにこの後にちゃんとこちらの色合い、このままの映像っていうのもこの解説の後に流しますので、見ていただければと思います。では続きまして、この空の色ですね、はい、こういう感じで撮影してみました。こちらがですね、スタンダードカラーで、スタンダードカラーで白飛びを抑えて暗いところをちょこっとですね、上げたのかな、まあ、そういう調整、こうちょっとですね、分かりにくくなっちゃってますね。ただ、まあ、そういう傾向で調整してみましたというものと、これが Vlog で HDR ですね、 HLG の撮影になってますね。でそれぞれがこういう感じ、このスタンダードカラーもう十分綺麗だなと私思います。ただもう少しですね、このオレンジ色とかしっくり、しっかりとですね、夕焼けなので出てくれるといいかなと思って、彩度を若干上げて、この明るいところを抑えて暗いところを上げた感じにしたのが、このスタンダードカラーの調整の部分ですね。まあ、このパレードを見るともう少し調整全部できるので、もっと表現変えられるだろうなと思ったのが、この後ですね、試しておりますので見ていっていただければと思うんですが、 Vlog はやっぱりこの状態だとちょっとよくわからないですね。で HLG はかなりですね、面白いと思います。これこのまま使ってもいいんじゃないかなぐらいですね、私好きな感じですね。このコントラストもですね、抑えられているし、色っていうのもなんか、まあこういう使い方もできるんだなっていう体験の一つでございましたね。ではこの後調整ですね。こちらがスタンダードカラーでオレンジをですね、しっかり出して、このスコープ上でちゃんとですね、ホワイトバランスを取ったりとかした状態になっておりますが、結構ですね、綺麗になりました。これをこのですね、調整したスタンダードカラーで見ると、やっぱりですね、こうちょっと傾向違うんですね。青みがこうしっかりと戻ってきたりだとか、あとはこの夕焼けの感じっていうのもしっかりと出てきます。もう少しですね、このコントラストを強くしたりとかしてもこういいのかな。薄くしてもいいし、こう強くしてもいいし、こういうところはですね、まあ要は塩梅ですよね。好みの映像に近づける。あとはカラーブーストの方ですね、下の方の色情報っていうのをちょっと上げてあげてもいいのかなと、ここですね、この夕焼けの部分だけ見ると思います。これをですね、サイドでやっちゃうとなんですけど、こうもっと強くしちゃうとちょっとですね、どぎつくなると思うので、この辺サイドの調整とかっていうのもちょっと色情報を整えるときに使っておりますが、まあできるだけこうあんまりですね、過激にいじくらないようにしたっていう情報になってます。ブーストついちゃってる、こういう形ですね。でやはりなんですけど、さすがだなと思ったのはこの Vlog でございます。これはですね、圧倒的に私のですね、この印象色って私大事にしていて、こういう色だったよねって覚えてる色に近づけるというのがめちゃくちゃ楽でしたね。はい、こういう感じ、まあ、この黒の雲のですね、ディティールとか立体感とか色とか、
これパッと合わせることができて、この辺はですね、私あのソニーさんにも相性やっぱりいいって感じましたね。実際にこのカラースペース変換を前後に当てて、このダビンチワイドガーマットとインターメディエイトにしてですね、こういう風に色あのカラースペースを変えて真ん中で調整して、最後レック709とレック 709A で出力って形にしてるだけなんですけど、あと間でこういう風にですねちょこちょこっと調整してるだけで、ここまで戻ってきます。あ、これいいなと思いました。そして HLG の方もなんですけど、これもですねラットを当てて、ここはですねちょこっと調整してますね。色温度で、まあ、このオレンジがしっかり綺麗に出るようにしたんですけど、全部の色がですね綺麗にこう取れてるんですけど、これ HDR だな、ハイダイナミックレンジだなっていう風に思ったんですが、こう黒つぶれをしているところが減っている、そしてこの明るいところもしっかりとですね戻っているっていう風に収録できます。本来はですねこれあの明るさ、ディスプレイの明るさとかの情報をですねメタデータを添付して、しっかりとその HDR 出力に対応してディスプレイで見るモードではあるんですけど、こういう使い方もできる、面白いなと思ったので、こういう風に残させていただきました。まあ、もう一度こちらがスタンダードカラーの調整したスタンダードカラーで Vlog、 ここら辺からやっぱりですね私はとっても好みに合わせやすかったです。こういうところはやっぱ Vlog なんだな、ログデータなんだなって思いましたね。でこれ HDR 意外と面白いなと思いました。こんな感じとなっております。はい、このような感じでございました。まあ、あの実際ですね私がそんなにですねそういうところ上手じゃないので、一つのですね参考例ですね。そもそもにですねそういうのをとってもこだわってる方たちがこの GH6GH7 ってですねこの進化して、 GH7 の方はダイナミックレンジブーストっていうのもですねとってもですね良くなってるわけなんですね。まだですねちょっとしっくりきてなくて、時々 GH7 をですね GH6 って言っちゃってるかもしれないんですけど、お許しください。まあ、そのような感じでですね、そのダイナミックレンジブーストの有無っていうのもですね結構映像って変わるかもしれないなと思っているので、30fps でですね収録をするとダイナミックレンジブーストっていうのは有効になってるんですけど、それをですね、まあ、あの60だと分かりやすいので、60フレームにするとオフになる。今度はですねその辺をですねちょっと試してみたいなというふうに思ってますね。まずはなんですけど、そのカラーモードとそのマニュアル、今回ですねその映像っていうのは全てマニュアルですね。でウェーブフォームを見て、大体こんなもんかなっていうのを撮影してですね、その後あのスコープ等でこの色合いが正しいかなっていうのをダビンチリゾルブでそのカラーコレクションをして皆さんに見ていただいたって形になるんですが、まあ、そのようなですね形なので、ちょっと色の参考にはなるかなというふうにですね思っております。このとにかくですね GH7 すごいボディだなっていうのは、まあ、あのたびたびですね申し上げておりますけど、まあ、再認識さらにしておりまして、今後ですねどんどん使っていってですね良さっていうのを皆さんにお伝えできればいいなっていうふうに思っております。まあ、このですねとにかくオートフォーカスが今ちょっと有効にしてみますけど、パッとまあ、こうとってもですね優秀になってますよね。まあ、以前の GH6 だとですねこの7ほどですねオートフォーカスというのはそもそもに良くなかったし、まあ、なんかそのソニーさんと大きなですね差があって、私もその時にですねやっぱ自分の腕が足りていないっていう面が強くあるので、ソニーさんにですねチェンジして、まあ、しばらく使っていてっていう感じになって、今もですね別にソニーさんが嫌になったとか、まあ、そういうのじゃなく、単純にですね私はルミックスのカラーが好きっていうのがあったので、その辺ですねちょっと戻ってきちゃったって形なだけなんですけど、まあ、あのいいところをそれぞれですね補い合って併用していくっていうのが最強なんじゃないかなって今思ってるんですね。もちろん私ですねあのその他のメーカーのことをですねあまり話していないんですけど、それですねいらないとか嫌いとかそういうのじゃなくてですね、もう買う金がないっていうのが正直なところなんですよ。この2つのマウントでもういっぱいいっぱいになっちゃってるので、まあじゃあだからキャノンさんを1個買い増しして中途半端な使い方をするよとかっていうんだったら、ちょこっと頑張ってですねソニーさんとこのパナソニックさんのですねルミックスマイクロフォーサーズのですねこの GH7 だとか、あとはですね
そのルミックス S9 とかそのあたりっていうのでしっかりと撮影した方が結果として私の満足度って高いって絶対思うわけなんです。そういうところでその他のマウントを使いたくないとかそういうのじゃなくて使えないっていう感じなだけで、使えるもんだったら使ってみたいなと思ってますね。はい、まあこんな感じでですね、最後にその金欠みたいな形でですねお話をさせていただきましたけど、まあ、あのカメラもですね結構本当贅沢なですね趣味になってきつつあるので、ちょっとですねその辺っていうのはあんまり余裕がですね、あの余裕を持てないって言ったらいいのかな、いろんなものを試すのにはですねお金が足りなすぎるなって感じが本音になってきちゃっているので、まあ私なりにですね楽しみ方、特にですねその私は気軽に楽しくですね撮影をですね、まあ、あのしていきたいなと思っているので、気軽に気楽に撮影を楽しみたいと思ってきているので、そのですね内容っていうのをお伝えしていければいいなと思ってますね。実際この GH7 とアクションカム、この組み合わせがですね撮影としてはものすごくですね体験も高いし、映像残せる映像っていうのも綺麗なんじゃないかなと思っているので、まあその辺どういう組み合わせがいいのかとかっていうのもちょっとですねいろいろ試行錯誤していければいいなと思っているので、まあ今ちょっととにかく暑すぎるので、その暑すぎるっていうのが終わってちょっとまあ暑いよねぐらいになってきたらちょっといろいろできるといいなと思ってますね。まあそれがいつになるのかっていうのはわからないんですけど、去年もですね11月ぐらいまでなんか暑いなっていう日が続いていた感じがなんとなくその記憶の中にあるので、ちょっとですね、まああの日本あの熱帯になっちゃったのかなみたいな、亜熱帯になっちゃったかなみたいなですね気温ですよね。はい、それでですね暑いので皆さんもですねそのお体の方を気をつけください。ではですねまたこの GH7 のですねいろいろ検証していきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。バイバーイ。だった。